激しく燃え上がる真っ赤な炎。煙も辺りに充満し、懸命な消火活動をする消防隊員の姿も。この火事は昨日午前6時半過ぎ、乙部町花磯で倉庫や住宅など合わせて8棟が焼けたものです。怪我人はいませんでしたが、火はおよそ9時間にわたって燃え続けました。昨日の火災から一夜明けましたが、まだ焦げ臭さが残っています。今、警察などが現場の調査を行っています。消防などによりますと、火元とみられる倉庫1階部分が激しく燃えていて、付近には魚などを保存するための冷蔵庫やボンベがあったということです。火が燃え広がった背景には強風があるとみられます。乙部町の隣、江差町では午前7時25分ごろに最大瞬間風速 19.9 メートルの強風を観測。強風注意報が出されていました。火は国道を挟んだ向かいの家にも飛び火し、合わせて8棟が燃える火事になりました。屋根からも炎がもう燃え上がってたの。あ、これは大変だと思ってるのに、風強いもんだから、その風に煽られてるうちにどん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 ってね、うん、もう死ぬ勢いが止まらないで、コス出すのはいいけども、道路まで炎出てるもんだからね、長々死のそばにたどり着きのような状況でね、今までなかったですね。住宅はもう全焼、ちょっと作業場が少し残ったけど水浸し、町の人が今そこに住むように手配してくれると。避難所には一時住民5人ほどがいましたが、昨日午後5時ごろの停電の復旧とともに閉鎖。建物に被害のあった住民は親戚などの家に身を寄せているということです。警察と消防は火が出た原因の特定を進めることにしています。